はようございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。アイデアウイルス事務局の大熊です。それでは早速ですが、アイデアウイルス2015年11月号の記事の内容に関しましてご説明させていただきます。お配りしておりますアイデアウイルス127号掲載概要1ページ目をご覧ください。1、2ページは反則の名著に学ぶといたしまして、前号に引き続きエイドリアン・スライウォッキー著ザ・プロフィットに基づき利益を生むための秘訣をご説明いたします。3、4ページは紙からウェブへさらなる進化系のご紹介といたしまして、1、イタリアの 100% の機内紙、2、PSSS200 のご紹介、3、活用事例のご紹介、ムビログ、今すぐ、スーパートレトレ朝 TV をご紹介いたします。ブレイクタイムコーナーは、林先生の文字狂いメモリ、フジェペン講座です。広告のキャッチコピーとともに、美しい文字の書き方についてご説明いたします。次に、概要の2ページ目をご覧ください。続けまして、5ページ、6ページは、ネット活用の真髄、ネットを使ったビジネスの本質を探る。こちらはインターネットを使ったビジネスに関する連載です。第1回目では、ネット販売で消費者と直接つながるをお送りいたします。7ページ、8ページは、プロモーション、集客、販促ヒント100選。1. 発想の転換、違う使い方で客を呼ぶ。 2. 温故知新、古いものに新しい価値がある。 3. スマホ向けマーケティング。 4. クーポンを使わずに LINE で集客となります。詳細は概要に目を通していただきご確認いただきたいと思います。それでは西川代表、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。